皆さんこんにちは、イアです。今回は第5の島、壊していいものといけないものがあるパターン。文化遺産を囲むように破壊対象がある。対するこちらは繊細メカシルクタッチ。2つの回転装置を連携させる。起動。下の丸ノコで足元を崩し、上の回転ビンタで破片を左に飛ばす。遺跡に破片を飛ばさない。時計回り専用機。に向かって破片が飛ぶ映えるアングル。キックバック映え優先で角度を把握できなかった結果、映えの暗黒面。こうしてコンクリート片は私たちの元に届けられる。作業完了。実は丸ノコだけでいいんです。3本の花束みたいな回答。チャレンジは純粋な破壊。今回のお題、チェーンソーの軌道が全身交代と一緒になってる。層がついてるのに結局タイヤで踏むんですか。こういう時も層が止まっちゃうから壊せない。これは改良が必要。根元に可動部を追加。これで攻撃範囲が拡大。層の起動ボタンも分離。余は満足じゃ。エキスパートは破壊を避けながらタイヤの処分。最低重量制限で小型機は禁止。重量級です。通してください。とでも言うと思ったか。
しかしこれにはロマンがない。これはサンプル品の歩行マシン。2個1セットの回転軸で足を運ぶ。地面についてる足を無理やり曲げようとしているのが課題。各部のねじれが目立つ。浮いた足だけが旋回する構造に改良。あだだだだ、考え方は合ってる。あとは調整、そして完成。タワーレップ最低制限の2倍の重量。旋回角度は微調整可能。分解算を壊さず通過。大きく旋回することも可能。ほじくってみる。ないな。何かぶつかったかの。うっかり爆弾ダルを吸っても平気。2桁に届くか届かないか程度。おっとっとっと、お手つき。仕事完了。ロマンってなんだ？またね。